なのに。あれが有名なメガネ岩っす。すごいでしょ。あれは新色でできていて、アホそうなガイドね。え、うん、何をボサッとしてんのよ。ぶつかるわよ。ちょっとガイドさん。おい、てめえらも手伝え。来るぞ。いますけど。あの人たちは何だと。この人は怪物っす。怪物？怪物って変な服着たプラスしの人たちでしょ。これはチープなプラスのやつっすよ。やつらは怪物と一緒なんすよ。なんでやられとけよ。なんだよ。むしゅー。Mm-hmm.
お、飛行機が来てる。あそこ行きましょうか。え、どうやって行くのよ。大丈夫っすよ、多分。多分？しちゃったんで、これで上に登れるはず。多分こんなので大丈夫なの？お、まだ動く。リクエストのブツは後ろよ。そっちのブツは
この人何言ってるの？これで。助かりましたね。あんたこの状況分かってるの？早く着替えろ。はいはい、やりますやりますよ。ボス、それですか？うん。光を下ろせ。さて、ここからがお前らの出番。え、なんですか？土を探してこい。うわぁ！Oh!
マジで。これが欲しい。あのオカモバイだったのに邪魔しやがったな。あっ、お客さん、これ生きてますよ。ふざけないでよ。何がサンゴ保護活動中に逮捕を開けた。私の旅に出てみたけど、今回の旅で私が見つけたのは何だったんですか？見つけたのは私の人生のガイドさんよ、ザック。人生のガイドじゃないよ、人生のパートナーでしょ、ベス。
着替え終わりました。
さて、ここからがお前らの出番。え、なんすか？土を探してこい。うわー！